はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。外役カスゴミチャンネルへようこそ。さあ本日なんですが、皆さんレギュレーション戦は楽しんでいらっしゃいますでしょうか。私ですね、レギュレーション戦見ていただいたら分かると、今現在撮影日、7月の22日なんですけれども、7月の21日、初日でね、デュエルキングを達成しました。レギュレーション戦でこちらのデッキでね、どんなデッキかご紹介していきましょう。ハイランダーカスゴミ外役デッキです およそ人間のクズみたいなカードをめちゃくちゃたくさんぶち込みまして、ヒーローフラッシュっていうスキルを使った外役フラッシュっていうデッキですね。めちゃくちゃ強かったです。で、一個先に注意点だけ言っておくと、このデッキ基本的にはまあ外役ムーブをして、ブルーレット置くだけ戦術をするんですよね。引いたカードを全部置いていくだけっていう、ことなんですけれども、一応ですね、プレイングありまして、意外とヒーローで殴るっていうこともするんで、これネゴスフュージョン一応入ってますんでね、ヒーローで殴るっていうこともしますので、外役するだけではなく、ぶん殴れる外役っていう、そういう感じですね。で、ハーピーの狩り場デッキ、あれ勝てません。あれ勝てないですよ、あれ。あれ勝てないんですけど、あれがいなかったらいけます。なんか、僕がやってたゴールドランクでは、ね、全然いなくて、ハーピーデッキはね。なんで、強かったんですよ。この外役デッキが。めちゃくちゃ強かった。で、ハーピー以外の、対ハーピー以外の勝率、多分ね、マジで、盛らずに9割くらいあるね。盛らずに9割ある。勝率。めちゃくちゃ強い。使ってた感じ、マジでずっと一生勝ってたから、めちゃくちゃ強いと思うわ。ほんで、どういうね、ギミックなのかっていうと、この、ヒーローフラッシュっていう、スキル。これね、結構強くてですね、自分のターンで数えて、2ターンごとに、ターン開始時に、カードが追加されるんですよ、手札に。順番2ターン目ヒートハート、4ターン目エマージェンシーコール、6ターン目アールジャスティスみたいな感じで追加されていくんですね。つまり、まあもちろんこれ使うこともできます。エマージェンシーコールを使ってね、ヒーローを持ってくるっていうことももちろんできるんですけれども、これコストにできるから、手札コストに、手札コスト増えるんですよ。だから因果切断とかサンダーブレイクとか、神の摂理とか、そういう系のカードのコストにしていけるっていうことですね。天罰とかで、これね、残念なお知らせがあって、これヒーロー通常モンスターが4種類以上存在するデッキを設定しないとこれ使えないんですよ、このスキル。なんで今日はゴミとゴミ、まあ、およそゴミであるこの通常モンスター4枚も入れて、デュエルをしなければいけないということですね。見てください、このレアリティすごくないですか。レアリティもうほとんど UR と SR で、もう R と N がもうメインデッキでは4枚しかないっていうね、やばいこと起きてるんですよ本当にね。このデッキね、ゴミです。やっていきましょう。デュエル、スタンバイ。先言っとくんですけど、このデッキですね、対戦時間が長すぎて、さっき見たら16分デュエルしたんですよ。ね、マジで迷惑だと思う。これ、使う時の注意点は、マジで長いから、1試合1試合が、デュエルリンクスってスピードデュエルって言われてるじゃないですか。マジで長いんですよ、このデッキ。こういう反動になるんで、めちゃくちゃうざいじゃないですか。やばくないですか、これ。これね、ほんとね、めちゃくちゃうざいから、使う時は自分も覚悟して、サンダーブレイクが強いわ。前破壊、前破壊が鬱陶しかったんで、まあ別にいいでしょう、それは。まあ刃物バリア、ウェイフォースがありますからね。まあ、なんとなりますでしょう。さあ、用途シュラネンの効果。はい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 。それとワンドローワンスが入りますね。はい。で、ハデスと。OK、いいだろう。ハデスはいいだろう。さあ、終わらないマナ地獄。いや、強いね。バージェストもハルキケニアを回収して、カードを戻していく。いいだろう。まあ、そんなに痛くないですね。マッシブウォーリアーさんの効果で、マッシブウォーリアーさんは戦闘では一回破壊されない。よし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 。ヒーローフラッシュでカードが一番増えたぜ。いやー、弱い。なんて弱いカード来たんだ。弱すぎる。
これは正直ネタで入れました。正直このカードはいらないと思います。いらない方がいいと思います。これはマジでネタで入れてるんで。お、何？お前波紋ケアうまいな。やるじゃん。覚悟せよ。やるよ。モンスターでダイレクトアタック。まあとりあえずでも一回カイトロイドはちょっと温存して波紋じゃない感じでいこう。波紋じゃないよみたいな顔していこう。ベイルさんを。これ、ね、波紋のバリアはねエクストラデッキから出てきてるモンスターをねデッキに戻してもねデッキの枚数は相手増えないんでいいですよね。まあ、これテンパスは上がるんじゃないですかね。落とし穴とかいうカードマジでいらないな。ガチでいらんこのカードあまりにも弱え。はい、いいだろう。さあハデスで攻撃していく。分断の壁引きたかったですけどね。波紋のバリアウェンフォースなにフレンドリファイアやるじゃないか。あ、落とし穴が、落とし穴割るだよ。俺の落とし穴割るだよ。ターンエンドだ。あれ、終わらないジョーク一回使ったからもうアドバンテージを回復されることはないな。さあこれでエマージェンシーコールを引いていく。これでエンドして、あ、やべ、間違えた。エマージェンシーコール使うのちょっと、まあ、いいや。エマージェンシーコールを使ってヤーマー持ってきておくべきだったか。まあいいか。天罰あるんで、まあなんとかあるでしょう。影物、あー、なるほど。影物効果使いますか。セット影物効果使わない。なるほど。もう引いてんのかな。レベル3のなんか中南入ってると思うんだよね、多分ね。カイトロイドを隠していこう。さあ俺様のジャイロイを来た。ブルーレット置くだけ、ブルーレット置くだけでエンド。ブルーレット、あ、間違えた、やべ。ちょっと待って、毎回あのエマージェンシーコール使うの忘れるんだけど、なんでやばい。ちょっとね、あのエアーマンはね持ってきてた方がいいんだよね、基本的には。あー、なるほどね。で、あれですよね、まあ、あのあやかし神の方ですよね。で、あやかし神強いんですよね。あやかし神バチクソ強くて、で、これを天罰でバチクソやっていくと、ふん、カウンタートラップ発動。むずこれ。コスト基本的にはまあ魔法ガードでいいんだけど、一応ヒットハートは結構使えるから打点アップするから。うわ、なに、ドラゴンズミラー、そいつ熱い。さあ墓地のアンデッドモンスターを、2体除外すると、はい、ドラゴネクロが出せる。で、ドラゴネクロは別にでもそんなに、で、影物効果で、除外されているモンスターを特殊召喚できるが、あやかし神は一旦に一度しか特殊召喚できないから今はできない。なのでそれを出すしかないと。 OK、ドラゴネクロはね、あの守備表示モンスターにはマジで無力で、相手のモンスターを戦闘では破壊できないっていう効果があるんですよ、ドラゴネクロ。その代わりになんかその、トークンを出すっていうね効果があるんですが、はい、いいでしょう。この方がモンスターの戦闘からダメージステップ終了時に、あ、なに？なに？さあやるじゃないか。モンスターでダイレクトアタック。これはさすがにカイトロワイル、カイトロワイル。モンスター効果。はい。いや、これやばい。これやばいぞ。これ耐久できるのか俺。ヒーローの力。ちょ、ライトニングボルテックスで。ライトニングボルテックス。あ、サンダーブレが強い。サンダーブレが強いわ。で、エマージェンシーコール発動。いや、カードがさ、増えすぎてさ、発動するカードどれ、なんか忘れるんだよね。この辺、手札にめちゃくちゃカード増えるから。エアーマン召喚。で、エアーマン効果でヒーローを持ってきて、これをコストにサンダーブレイクを打っていくっていうスタイルね。で、R ライトジャスティスも、これ使う説あるね。これ、結構。で、R ライトジャスティス打って相手の伏せカード割って、さあ、R ライトジャスティスの効果。バージストもハルキニア、まあいいだろう。オープン、いいだろう。トラップ発動。よろしい、問題はない。そしてカードを1枚セット。はい、もう終了始まる。これでね、ドラゴネクロをエアーマンでぶち抜かれる、エアーマンをぶち抜かれるとやばいんですけど、バトルだ。ここでサンダーブレイクとこのヒーローフラッシュで増えた手札が結構効いてくる。リバースカードだ。トラップ、もういらねえわこれ。もういらねえわこれ。さあエロメンタルヒーローネオスさんは出ていきましょう。ハルキゲニア、いいでしょう、いいでしょう。そいつは沸かしたところであまり意味はない。よし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 、ダラウリアクティブか、光んねえな。なるほどな。さあカードを1枚セット。さあそしてこれはクレイマンをセットでいいんじゃねえか。
エクシーズするのもあるけどな。エクシーズしに行ってなんかそこの足とか踏んでも嫌だしな。セット。いやこれもう殴んなくていいんじゃね。殴んなくていいでしょこれ。これでいいや。これからドロー。一切攻撃しないっていう。エアーマン出しといて1ミリも攻撃しないっていう。これが本当にヒーローの戦い方か。デスサムライだろ。ランク4入ってるこれ。これランク4入ってんのかな。ランクピラミッドだぞ。オッケー。ランク4入ってる。いや入ってないと思うんだけどな。もうエクストラそんなないでしょ。もうシンクロモンスターでほとんどなんじゃないの。あ入ってんのマジ。デッドレシーンやばいね。それはやばいね。あのリアクティブアーマーをなんとかして。バトルだ。バトル。なるほど。覚悟せよ。あモンスターで攻撃。ハンエンドだ。マジで攻撃長すぎて迷惑だろ。さあヒーロークラッシュの効果でおオーバーソウルを。おオーバーソウル。おオーバーソウル。これする必要あるのか。これ反転してくるか。これちょっと一回エクシーズして、これマイストロークで、マイストローク出しといて、これ破壊耐性得た方がいいんじゃん。もうあれだからね、因果切断もいってるから相手。言うてこのマイストロークを処理するの結構大変だと思うんですよね。で、オーオーバーソウルも使って、で、オーオーバーソウル効果でエレメンタルヒーローネオスさんを特殊召喚していく。伸びる伸びるストップ。あーあれ攻撃反応系だろうね、あの伏せカードね。次のターン殴ってもいいかな。次のターンちょっと殴りに行きますか。攻撃反応系封印しよう。ネオスで、もうネオスいらねえから、別にいらねえ。このモンスターは分断でも次元幽閉でも、このあのリアクティブでも何でもいいわ。ちょっと使え、それ使え、その伏せカード。サンダーブレイク。なるほどなるほどな。あーいいだろいいだろ、全然いいよ、全然いい全然いい。よし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 。もうきついだろこれ、相手相当きついだ。これで8分ですよ。このデッキ長い。自分も疲れます、使ってて。さあお相手の方シャークさん、サメの領域も結構ね初動札多いからね強いと思うよ。はい、まあ、デッキに多分すると思うけど、もうあの撮影終わってんだけど、どこで公開するか分かんないけど、ネオスフュージョンはもう打とう。ネオスフュージョンはこれだって、ネオス次のターンに引いたらもう元も子もないから、ゴミをね一回デッキの中のゴミを掃除していこう。これジャイロでいい。でエロメンタルヒーローブレイブネオス出していく。でセットセットでエンド。さあなかなかで手札コストはねある程度残しておいた方がいいです。はい、カードね増えますけどね手札は。さあどうする。ランタンシャーク、いいだろ、ランタンシャークの効果。ほう、さあデッキ手札から水属性モンスター対応特殊召喚できる。さあ何が出てくる。サイレントアングラー、あそれはあんま強くねえな。はいはい、いいよ、全然全然いいです、全然 OK。さあ一体何が出てくるんだい。深淵の闇は何だっけ。バハムートバハムートっけ、バハムートっけ、バハムートシャーク、バハムートシャーク。これはねこれはね裏側にしてね、あのねあのフィッシャーチャージが嫌なんで、魚族出されてフィッシャーチャージが嫌なんで、ちょっとこれ一回ね裏側にしておきましょう。バハムートシャークはねあのエクストラ的からね魚族出せるんでね。さあこれで一応戦闘破壊をしていきたいといったところ。うわ弱っ弱っ弱っ弱すぎるだろ。これがねこのデッキのねダメなところですね。あの通常モンスターってゴミが4枚も入ってるんで、デモンチェーン、まあいいわ、デモンチェーンはしょうがない。これがマジでねゴミ。さあそのセカードなんだって話だな。バウムドシャーク、ちょフィッシャーチャージがマジで嫌なんだよね。あのカードさ結局1枚破壊して1枚ドローだからさ、11交換されるんだよね。オーバーレイユニットを1つ使い、はい、バハムートシャークの効果いいだろう、いいだろう。ゴッドソウル、さあゴッドソウル入れよ。誰やカードをセット、シャークカイゼル誰やねん。俺はこれでターン、誰やねんモンスター来た。いやーこれ魚族、これフィッシャーチャージくせえけどな。ライトニングボルテックス打つか。でもデモンズチェーンされてるからいいねんけど。
ちょっとあんまり意味ないんで、ちょっと1回ね、待っときましょう。1回待ちましょう。ネオセフュージョンがありますから、一応戦闘では破壊されないっていう効果あるんで。オーバーレイユニットを1つ、はいはい、バームドシャークの効果、さあバームドシャークの効果でもう1回ランク3のモンスターを出していく。ナイトメアシャークいいだろう。さあナイトメアシャークを特殊召喚していく。上重ねるか、フルアーマー、あ、入ってるね、オッケー。フルアーマーのブラックレイラーさん来た。こいつは戦闘で相手モンスターを破壊すると魔法トラップを割れるっていうことを持ってるんで、ここでジゲームですね。さようなら、さようならブラックレイランサー。お前は破壊耐性があるらしいが除外には無力。じゃあなブラックレイランサー。何貴様やるな、貴様なんかやるな。それでジゲームを回避してくるとはなかなかやりやがるじゃねえか。さあヒーロークラッシュでいいエマージェンシーコールをグラに加えさせてもらうぜ。グランモール、なるほど。とりあえずいいエマージェンシーコールを発動。いいエマージェンシーコールの効果によって エロメンタルヒーローエアーマーを手札に加えていく。これはさモグラじゃない、これキチックモグラでしょ、これ。これどう考えてもモグラだろ。いけモグラ、いくぜグランモール。いけグランモール、バウンサーガーグランモールくそー、俺様のグランモール。ライドニングモルテックスあるんで、まあ割と強いんじゃないですかね。結構あのハンド的にはエアーマーあるから、一応これネオスは抜けないんで、はい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 、いいですよ。あでもネオス抜いてくるかこれで。あでもあそうか、ネオス抜けるのか。あそっちか、ネオスは抜かない。ネオスフュージョンの効果発動。まあいいや、とりあえずライトニングボルテックス打てるし、でここで俺様のターン、よし、圧倒的温存した甲斐があったぜ。まずは手札よりマジックカード、これコストむずいね。まあさすがに、さすがにスパークマンかな。ライトニングボルテックスの効果を発動。手札からスパークマンは墓地の栗、てめえの表側表示モンスターをすべて破壊させてもらう。FA ブラックレイランサーは破壊耐性を1回持っているが、エアーマンのモンスター効果発動、フィールド上の自身以外のヒーローモンスターの数まで相手の魔法トラップカードを破壊する。さあデモンズチェーンを割らしてもらった、行くぜ。これは進みバトルだ、行け。エレメンタルヒーローブレイブネオスでアタックダウン、行け。エアーマンでダイレクトアタック、よし外役なのに、外役なのにめっちゃ何最後やるじゃないか。外役なのにさ、記憶だけ転換できるの結構すごいよね。ただこれ言うて結構辛いのは、スパイダーシャークが残ってるから、スパイダーシャーク出されると割とね突破されるってのは言ってほしいですね。なるほど、まだカッターシャークとかは残ってるかもしれないんで、もしかしたら普通にあのスパイダーシャークが出てくる可能性は結構ある。ヒートハートで打点上げても意味ないからな。これあれだったらランク4を作れるように一応あれだったかもしれないね。ヒートハートのじゃなくてスパークマン残した方が良かったせいだ。ヒーローフラッシュ、あれ、あーそっか、魔法トラップカードは、同じ数ないといけないから2枚でしょ、だから1枚だから、天罰を置いといてね、ライトジャスティスして相手のカードと自分のカードも叩き割って、そしてヒートハートして貫通能力得る。僕のブレイブちゃん貫通します、バトルいきます、バトルさようなら、よっしゃー外役デッキですけどね、殴ることもできるんですよ。さあお味の歌、ヘルカイザー珍しいね、ヘルカイザーもね、あんまりなんだろうな、裏サイバーリー奥義かな、サイバーリー奥義は使えないんで裏サイバーリー奥義とか融合の使い手とかっていいかもしれないですね。まあ、ハンドはめっちゃでもないか、まあまあ強い、なかなかに強いハンドではあるが、これね普通にヒーローピートとかできるんだよね、このデッキ。このデッキ気づいたんだけど、強い点に気づいたんですけど、外役デッキなんですけど、あのシンプルに殴り勝つっていうこともできます。これヒーロー入ってるんで効かんねえな。
とりあえず一旦ネオスフュージョンに打つね。さあネオスフュージョンの効果発動。ネオスフュージョンの効果によって俺はエロメンタルヒーロー誰とでもネオスと、俺はジャイロでいい。それとりあえずね、これね、助けるとか入れてもいいかも。あの防御だとして、でもネオスフュージョンのためだけに入れるのも微妙だけど、まあ、こうしてこうしてあれとかもいいかもしれないね。なんだっけ、あのシールドウォーリアーとか、シールドウォーリアーとかは戦闘では明かさないみたいな効果を持ってるんで、それもって、おお、ツインバレード危ねえの。デスペラードが出てきたら結構ね、目も当てらないみたいなことがあるもんね。まあ、次元幽閉とかあるから、まあなんとかなるとは思うけど、トラップカードが強いから。さあどうする、ヘルガイザー機械族デッキ、コズミック、なるほど、機械族デッキかな。さあライフポイントを1000払い、次元幽閉が抜かれた。まあでもこれトラップ2枚強いから、まあなんとかなるとは思う。融合の使い手発動、手札を1枚戻して融合を手札に加えていく。さあ融合を使っていく、手札融合。これ何が出てくるの、まあ、何が出てきても怖くないからね。サイバードラゴン、サイバードラゴン、あ、キメラテックランページドラゴン、残念でしたね。落とし穴ほっときました、てってれーてってれーてってれー5戦5勝